小林徹は、日本の生物学者、環境学者。学位は、理学博士。静岡県立大学食品栄養科学部教授。大学院食品栄養環境科学研究院教授。基礎生物学研究所、発生生物学研究系助手、養殖研究所主任研究官、愛媛大学南予水産研究センター准教授。 静岡県立大学環境科学研究所教授などを歴任した。新潟大学に進学し、理学部の生物科学科にて学んだ。1983年3月、新潟大学を卒業した。その後は、新潟大学の大学院に進学し、自然科学研究科にて学んだ。1989年3月、新潟大学の大学院における博士課程を修了した。 それに伴い、理学博士の学位を取得した。基礎生物学研究所、静岡県立大学環境科学研究所大学院、終了後は、1990年より、日本学術振興会の特別研究員を務めた。1993年より、岡崎国立共同研究機構が運営する基礎、生物学研究所に勤務することになり、発生生物学研究系にて、 助手に就任した。2004年、独立行政法人である水産総合研究センターが運営する養殖研究所に勤務することになり、主任研究官に就任した。2008年、愛媛大学に転じ南予水産研究センターの准教授に就任した。2009年、静岡県立大学に転じ環境科学研究所の教授に就任した。なお、 静岡県立大学の大学院においては、生活健康科学研究科の教授を兼務した。生活健康科学研究科においては、主として環境科学専攻の講義を担当した。その後、静岡県立大学の大学院の一部に研究員、学府制が導入されることになり、生活健康科学研究科は、薬学研究科と統合され、2研究院1学府に再編された。 それに伴い、2012年より新設された食品栄養環境科学研究院の教授を兼務することになった。統合再編後の大学院では主として役職生命科学総合学府の環境科学専攻の講義を担当した。その他、環境省においては、2010年より化学物質の内分泌拡乱作用に関する日英、 共同研究実施のための実務者会議の委員や、化学物質の内分泌拡乱作用に関する試験法開発検討班の委員を兼任した。2012年には、環境省の内分泌拡乱作用に係る生態、影響評価検討班の委員や、内分泌拡乱作用に係る試験法の確立等に関する検討班の委員を兼任した。その後、 静岡県立大学の環境科学研究所が発展的に解消されることになり、食品栄養科学部に環境生命科学科が設置されるとともに、大学院の食品栄養環境科学研究院に付属食品環境研究センターが付置された。それに伴い、2014年より食品栄養科学部に移動し、こちらの教授が本部となった。食品栄養科学部においては、 主として環境生命科学科の講義を担当し、生態発生遺伝学研究室を受け持った。専門は生物学や環境学などであり、特に生殖生物学といった分野の研究に従事していた。具体的には性決定や性文化における分子の機構についての研究に取り組んだ。生殖細胞の形成や文化、あるいは 性的可塑性などに関する分子のメカニズムについて研究した。また、分子のメカニズムという観点から、環境要因に対する生体応答性の際や遺伝的脆弱性などについても研究した。学術団体としては、日本動物学会、日本発生生物学会、日本比較内分泌学会、日本分子生物学会、国際発生生物学会などに所属した。 ありがとうございます。